どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、なんとマリオットボンボイがですね、またね、新しいホテルブランドをですね、発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説、プラスアルファということで、動画ね、やっていきたいなと思います。ということで、マリオットのね、プレスリリースで発表されているわけなんですけれども、マリオットインターナショナルでは、4ポイントエクスプレスバイシェラトンを 発表により手頃な価格のミッドスケール成長を続けますということで、本日ですね、日本時間にしてはまあ昨日になると思うんですけれども、マリオットインターナショナルは本日ミッドスケールセグメントに向け設計された4ポイントバイエクスプレスバイ シェラトンを発表、立ち上げを発表いたしましたということで、4ポイントエクスプレスバイシェラトンを発表ということで、まあ今現時点ですね、このね、4ポイントバイシェラトンとありますよね、セレクトブランドで。まあこれとね、非常に名前が似ているわけなんですけども、今回ですね、4ポイントエクスプレスバイシェラトンっていう名前のホテルブランドをね、発表って言いたがちになるんですよね。でですね、先日ね、このね、シティエクスプレスっていうのをマリオット・ボンボイはね、 買収しましまてもねこちらマリオットボンボイのブランドにね参加しているわけなんですけども先日ねスタジオレスっていう新しいね長期滞在型のマリオットボンボイのね新しいブランドをね発表したマリオットインターナショナルなわけなんですけども今回ですねまたね新しいホテルブランドを発表しましたということでちょっとロゴなのかねどうなのかちょっとわかんないんですけどもこういうね4ポイントバイエクスプレスバイシェラトンって書いてありますよねですので まあこの4ポイント by シェラトンとねどういった違いがあるのかっていうのは正直ね全然わかんないんですけども一応ね朝食は無料でつくねホテルブランドっていう風になりますんで。 クラス的にはね、こっちに入ってくるんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、4ポイントエクスプレスバイシェラトンっていうのが、本日、昨日ね、発表されたって言った形になります。で、こちらですね、マリオットインターナショナルは本日ミッドスケールセグメントに向けた設計された4ポイントエクスプレスバイシェラトンを発表しました。 この新しいブランドはヨーロッパ、中東、アフリカで信頼性が高く手頃な価格の宿泊施設に対する消費者の需要に高まりに対応いたしますということでターゲットとしてはですね、このヨーロッパ、中東、アフリカ方面のですね、このね、マリオット・ボンボイのホテルのね、ニーズに応えるって言った立ちになっておりますんで、まあ、このホテルブランド自体がですね、おそらくね、このヨーロッパ、中東、アフリカ方面にね、中心としてできるので、 ですよねでまたですね先ほど言った通りですね d x プレスと手頃ろな価格のミッドスケールへの同社の最近の移動と米国でのスタジオレッスンの計画発表に続くものですって言ったがちになっておりましてでまたね下の方を見ていくとですね4ポイントエクスプレスはホテルオーナーに手ごろな価格と競争力のある条件軽い運用計画モデルでマリオットインターナショナルの強力な流通システムと受賞歴のあるマリオットボンボイル ロロイヤリティプログラムの活用を機械を提供しますということでまあこちらはね4ポイントバイエクスペレスバイシェラトンっていうのはまあ新しいねホテルブランドに入るということでまあこの中にね入ってきてこのねマリオットボンボイの特典もね利用することができるホテルブランドになるって言った感じになるんですよねで冒頭にね言ったと思うんですけどもこのホテルはですね朝食はね全員にサービスされるねホテルブランドになるみたいで、まあ、ステータスがなくてもですね客 朝食無料 w i f i がね利用することができてまた、ね、手頃な価格で効率的にリラックスした体験を提供することでこれらの基本を非常に重視いたしますということで、まあ、こういった感じになっておりますので特に、ね、このラグジュアリーとかねプレミアムとか、まあ、ここら辺の、ね、ホテルブランドではなくて、まあ、多分こっちに入ってくるって、ね、先ほど言ったと思うんです多分こっちに入ってくると思うんですけど、ねまあ、長期滞在型向けの、ねまあ、ホテルクラスに、ね、なっていくのではない ないのかななんていう風に思うんですよね。まあどうなんでしょうね。最近本当にねこの長期滞在型系のねホテルの発表が非常に多いので、まあ、マリオットボンボイ自体はですね本当に全世界にですねこの長期滞在型のねホテルをまあ作っていきたいみたいなまあそういった感じなんですかね。まあやはりねまあ安くて朝食がついて ある程度広くて清潔な客室に宿泊したいっていうニーズにね、応えたいっていう部分があると思うんですけども、本当に最近すごいですよね。で、最初のホテルはね、どこにできるのかっていう話なんですけども、最初のホテルはですね、イギリスのユーストーン駅から500メートル圏内、キングクロスとセント セントパンクラスインターナショナルから 1km 以内のロンドン中心部の一等地にオープンする予定ということで、めちゃくちゃいいところにできそうですね。 で、4ポイントエクスプレスバイシェラトン、ロンドン・ユーストンは、現在ね、大,大幅な改修後、2024年に201室の客室でオープンする予定っていう風になってるんですよね。で、こちらはですね、最初のホテルと思いきやですね、もう一つね、こっちに、トゥルキエではアンタリア、ブルサで2つの4ポイントエクスプレスが署名されていますということで、2023年後半に予想される開始時に、52室の客室で、 え、提供する予定ですということで、まあ、こっちはね、新規オープンで、こっちは、あれなのかなリブランドみたいな感じなんですかね。まあ、最初のホテルって言ってるんでね。はい、ちょっとここはね、あの、あの、これ Google 翻訳なんでね、ちょっとなんとも言えない部分はあるんですけども、一応ね、2023年の後半にね、もうこの、 4ポイントエクスプレスバイシェラトンアンタルヤララっていうホテルはね、開業するみたいですね。だから2023年後半って、もう後半に入りつつあると思うんですけども、まあ年内なのか年度内にはちょっとわかんないですけども、まあ2023年後半にはですね、 トルコにですね、このフォーポイントエクスプレスバイシェラトンっていうのが開業するって言いがちになるんですよね。まあこのね、マリオットボムのロイヤリティプラグラムね、一部になるっていうふうになりますんで、まあこれはね、非常に楽しみですよね。で、どういった感じのね、ホテルなのかっていうところなんですけども、これがね、フォーポイントエクスプレスバイシェラトンの紹介ページになっておりまして、先ほどね、このページが見れてたと思うんですけども、違うかと。 そうですね。さっきのこのページと同じ写真ですよね。えー、下の方に行っていただくとですね、えー、写真が見れて客室がね、非常にま清,的清潔でコンパクトでね、えー、結構広いですよね。で、こちらが朝食エリアみたいな感じで、あとこっちはロビーみたいな感じなのかな。待、まあ、合室的なね。はい。っていう感じで、客室の写真もね、これだけしかないんですよね。 はい。ですんでね、長期滞在型だとね、あのランドリーがあったりとかですね、またねキッチンがあったりとか、あとシャワールームとかもね、全然公開されてないので、本当にね、 紹介されてるのはね、かなり限られた情報だけっていう風になっておりますんで、まあ、ホテルの外観とかのイメージみたいなのもね、まあ、公開されてないっていう風になりますんで、まあ、これはね、ちょっとね、気になりますよね。まあ、とはいえね、あの、できるのはね、ヨーロッパ、中東、アフリカが中心っていう風になりますんで、まあ、ちょっとなかなかね、あの、利用しに行くことはね、難しいかもしれないんですけども、まあ、とはいえね、新しいホテルブランドっていうのはね、非常に気になりますよね。 それでは次にですねこちら東京エディション銀座なんですけども、まあ、前回ですね細かい話でね、えー、軽く話させていただいたと思うんですけども2023年10月近日オープンということでこちらねどうやらですねマリオットといえば。 マリオットのね、ホテルマニアということで、すごいね、情報発信をね、されている方なんですけども、マクさんのね、情報によると、現在はですね、11月の14日をね、開業を目指しているみたいなんですけども、まあ、若干厳しめみたいなね、情報もあるみたいなんで、まぁ、あ、ちょっとね、マクさんも言える情報と言えない情報はね、結構あの、あるみたいなので、まあ、ギリギリの情報までね、提供していただいている状態なんですけども、今のところね、東京エディション銀座に関しては、11月14日を開 を目指ししていいいるけどえ厳しいのではななかみたいなまあそれでね、えー、12月15になるかもしれないみたいなまあそういったねまだね正式決定は、えー、してみないみたいなんですよねでまあこっちにはね10月オープンって書いてあるんですけどもまあ実際はまあこういった感じになりますんでまあ来月にはねちょっと厳しいで11月も厳しいかもしれないみたいなまあこういった感じになってるんですよね。 で、ちょっとね、こっちにね、画面切り替えさせていただきたいなと思うんですけども、まあ、このね、東京エディション銀座に関してはですね、PC サイトはですね、ちょっとね、予約画面出てこないんですけども、スマートフォンのね、 アプリからだとですね、普通にポイント予約かとかもね、出てくるっていう風になっておりまして、ちょっとね、ここにね、スクリーンショットで、ね、出しておきますけどもスタ、スマートフォンアプリからだとですね、こういった感じでね、予約、えー、取ることができるっていう風になっておりまして、まあ、今現在だとですね、12月のね、後半ぐらいにね、ポイント予約出ているっていう風になっておりまして、今現在12月だとね、9万ポイント超えということで、かなりね、必要ポイント数多いんですけども、来年の1月ぐらいだとですね、7万3000とかね、7万 まあそうですね、7万3000で1月はね、予約できるっていう風になっておりますので、もしね、東京エディション銀座ね、まあ予約利用されたいっていう方はですね、ぜひね、あの PC サイトではなくてスマートフォンアプリからね、検索していただくとですね、 ポイント予約もね、選択することできるっていう風になりますんで、私ね、PC サイトやるとね、ちょっと出てこなかったので、この点はね、覚えておいていただければな、なんていう風に思います。いや、東京エディション、銀座もね、非常に楽しみですね。はい、ということで、今回ですね、速報ということで、マリオット・ボンボイがですね、新しいね、ホテルプランの発表いたしましたということで、解説させていただきました。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気にかった方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますのでぜひ、ね、チェックしてあげるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ